さあこのセクションではですね、期待値というものを学習していきたいと思います。まあ、まさにね、実は4で10のごとくで期待できる値って意味なんですけど、どういうことなのかっていうのをね、具体例を使って分かりやすくお伝えしようかなと思います。一番ね、多分分かりやすいのはね、宝くじです。皆さんですね、お家の人が宝くじを買ったり、あるいはね、ご自身で買ったりとかしたことってありますかね。まあ、当たればね、なんか一等前後賞合わせ何億円みたいな感じだったりとかするので、まあ、結構夢があるわけですよね。とはいえ、まあ、よく考えてみれば分かると思うんですけど、宝くじを運営している会社は儲かるから宝くじやってるわけですよ。ってことはトータル損してるはずなんですよね、本来ならばね。じゃあ1枚、まあ大体宝くじって300円ですけれども、1枚300円のくじを買った場合、平均してどれぐらいの金額が返ってくるのか、これが分かれば、まあ、宝くじってどれぐらいの価値があるのかっていうのはなんとなく分かりそうじゃないですか。まあ、より具体的に言ってしまえば、この1枚の宝くじを買うことによって、だいたいいくらの値がバックしてくることが期待できるのか、そういったものが期待値なわけですね。ということで、具体的なですね、宝くじのデータっていうのがあるので、それを使ってやろうと思うんですけど、だいぶ計算が大変なので、ちょっと簡略化した、くじをですね、僕が考えました。こんなくじなわけですね。1本500円で引けるくじ、まあ、高いですね結構ね、1本500円でこのくじを引くことができます。1本500円で引けるくじがあるんですけど、なんとですね、当たった場合は1等だと1万円、2等だと5000円、3等1000円、4等100円で、外れの場合0円と、こういうふうなくじだったとします。本数は1本、3本、10本、36本、外れが50本入ってるわけですね。さあ、このくじってやった方が得か損かです。やった方が得か損かです。いや、だいたいくじっていうのはね、こうやってる方が儲かるようにできてるわけだから、どうせ損なんでしょ、わかんないですよね。ひょっとしたらね、ちょっと間抜けな人がくじを作ってしまってですね、引けば引くほどね、こう作った方が損をするようなくじだとあるかもしれないですよね。で、実際さ、まあ、500円かかるんだけど、結構さ、500円より当たるものが14本もあるんだから、結構お得な感じしません？まあ、外れても100円か。まあ、外れ4等で100円、400円損だけど、まあ、ちょっとね、外れが来た場合はちょっとあれなんだけどね、まあ、この辺くれば一気に儲かる可能性があるわけですよね。さあ、っていうふうに考えた時に、数学的にこいつが損か得かっていうのを考えてみましょう。どういうふうにね、考えていけばいいのかって話だけど、まず、それぞれが当選する確率を考えてみましょう。ここの当選する確率を一旦出してみたいと思います。ただこれ自体はですね、皆さんにとっては何も難しくはないわけですね。くじ1本引くってことを考えた時に、全部で100本のくじが入っているわけですから、100分の1が当選確率、100分の3が当選確率、約分できるんですけど、あえて約分せずに100分の10にしておきます。こちらも同じ、こちらも同じで、こういうふうにね、計算をしておくとしましょう。そうした場合、どういうふうにして平均の値が得られるのかっていうと、イメージこうじゃない？当選するのって、まあ、もし1万円が当選する確率って100分の1じゃないですか。ってことは、100回くじ引いたら1万円はゲットできる可能性があるわけですよね。っていうふうに考えていくと、結局1回あたりで得られる金額って1万円かける100分の1、100回やって1万円なんだから、割る100をすれば1回あたり1万円を得るために使った回数100回って考えれば、1回あたりの平均の値が出るはずじゃないですか。まあ、要は最初は0円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 ってずっと出たとしても、最後に1万円っていう風にね、100回くじを引いて1万円が出てくれば、1回あたりの平均って1万割る100でいいわけですよね。まあ、もっと言ってしまえば1万かける100分の1でいいわけですよね。ということで、これを掛け算してみると、1万かける100分の1をしてみると、同じ理屈で5000円と100分の3をかけて、1000円と100分の10をかけて、100円と100分の36をかけてってやったら、それぞれが得られる平均の値がゲットできそうじゃないですか。まあ、0かけるね、100分の50ももちろんしていいんだけど、0どうせかけるので、まあ、ここは出てこないわけですね。これらを全部合わせた金額っていうのが、きっと平均して得られる値になるはずですね。期待値になるはずですね。ということで、やってみましょう。これを計算してみます。実際ですね、計算をすると、計算の式は書いてありますよね。計算式自体は、1万 ×100 分の1足す 5000 ×100 分の3足す、1000 ×100 分の10足す 100 ×100 分の36っていうのがあるので、これ計算してみてください。計算するとですね、なんと平均して得られる期待できる金額っていうのは386円なわけですね。あらまあ、あらまあと。
つまり500円との差を考えると1回やるごとに114円ずつ損をするようなくじになっているわけですね。一発目でねポンと一等取れればもちろん儲かるわけなんだけれども、ずっとね平均して考えていくと残念ながら1回あたりの期待値は386円しかないので、実は損をしてますよねっていうくじだったわけですね。でこれはこういうふうに考えてもいいのかなと思います。一旦こいつを全部くじを買い占めるって考えてもいいと思うんです。全部くじを買い占めると。でそうするとどういうことが言えるのかっていうと、1万円でかける1、ね、5000円かける3、1000円かける10、100×36、 これらの金額が全部得られるわけですね。まあ、もちろん 0×50 もありますけどね、要は1万 ×1 足す、5000円 ×3 足す、1000円 ×10 足す100円 ×36 足す、まあまあ一応0円もつけておきましょうか、0円 ×100/50、全部の100本のくじを買えば、100本のくじを買えばこんだけの金額ゲットできるはずですよね。これ全部ゲットすると38,600円になります。38,600円になるんですね。ということは1回あたりで得られる金額はっていうふうに言われたら、100本引いて38,600円なんだから割る100っていうふうにやってしまえばいいわけですよね。割る100ってことはかける1/100ってことですよね。分配法則でこのかける100分の1をこの項、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 この項に全部つけると100分の1倍、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 100分の1倍なので、やっぱりさっきと同じ式が出てきますよね。1万円に対して1万円が出る確率をかけて、5000円に対して5000円が出る確率をかけてっていうのをずっと足していけば386になるっていうのは、全部一旦買い占めてそれを1回あたりの平均で割るって考えてもいいわけですね。こういうふうに期待値って何なのかっていうと、1回あたりの、まあ、ゲームでやった時の、その得るお金とかね、得点とかが平均して得られる値だっていうふうに理解をしておいてもらえるといいのかなと思います。だから宝くじならば1回引いた時にどれぐらいの金額がゲットできるのか、その期待できる値のことを期待値っていうふうに言ってるわけです。 OK ですかね。ということでこの期待値っていうものをね、分かっていれば何かね、まあ、ゲームだったりとか、何か行動を行う時にそれって本当に得なのかな、損なのかなっていう比較ができていくわけですね。なので期待値は結構便利でいろいろな世界で使われています。ギャンブルなんかでもね、実は使われたりとかするんですけど、一旦ですねその期待値っていうものをまとめておきましょう。こちらです。さあまず期待値を考えるときにはこういった表を一旦考えてあげるといいのかなと思います。まあ、さっきの表をちょっとね横にしたものなんだけど、例えば得られる値、これさっきやった1万円と、5000円と3000円とみたいなのが、1000円とみたいなことを書いて、最後0円とみたいなのを書いたじゃないですか。それに対応するそれぞれの確率っていうのをこういうふうに表でまとめていくわけですね。っていうふうにやったときにどういう計算で期待値出したのかっていうと、上下掛け算して値かける確率して足す、値かける確率して足すっていうふうにやっていったので、値かける確率足す、値かける確率足す、値かける確率足す、点点点点、値かける確率っていうふうにやってるわけですね。これを期待値、大体期待値はね E で表すことが多いので、期待値っていうふうに定義しますよと。いいですかね。こんな感じで考えます。まあ一応確率は全部足したら1にならないといけないので、全部足して1っていうのもお忘れなく考えていてください。よろしいですかね。だから考え方自体はそんなに難しくないでしょ。得られる点数でも金額でも何でもいいので、その値をバーって表で書いていって、それに対しての確率をバーってここに書いていけば、こういう表が出来上がるので、それをもとにね期待値を考えてもらえればいいのかなと思います。まあ補足をしておくとですね、こういう表のことを確率分布っていうふうに言います。まあ確率分布についてはですね、数学 2D のところでですねもう一回出てくると思うので、まあ今はですね考えなくていいんですけど、こういうふうにね表をまとめたものを確率分布って言います。でここのね、いろいろ値が変わっている部分、ここの部分をね確率変数なんていうふうに言ったりとかするんですけど、まあこの辺は数学 2B の時にですねまた詳しくやったりとかするので、まあ、そこまで気にしなくてもいいかなと思います。さあ皆さんもですねちょっとねこれで気になる部分があると思いますので、僕がですね調べた、某年のですね某宝くじの某サマージャンボをですね、ちょっとご紹介をしておきたいなと思います。こっちに行きましょうかね。まあ、さっきはね結構あの生ぬるいくじだったんですけれども、まあ、
実際皆さんがですね買うことができる世の中にあるですねくじを参考にですね、見てみました。まあ、1等、まあ、ちょっとねこれ取説の方に書いてあると思いますけど、1等がこれ5億円ですか、23本入ってるんですね、1億円、1等前後賞がね1億円でこう46本入っていると、まあ、こんなものがバーってあったので、これをですね僕がせっせと計算してみました。まあ、Excel 使ったんですけど、表計算ソフトを使って計算をしたところですね、なんと宝くじの期待値。あれ1枚300円でしょ、宝くじって。1枚300円で、まあ、バラで買うこともできるし、連番で買ったりとかね、10枚セットで買ったりとかもできると思うんですけど、なんと期待値はですね、約145円でした。144点いくつだったかなと思うんですけどね、145円だったんですよ。ってことはですね、1枚買うごとに155円ずつ実は損してるわけですよ。ね、まあ、なので、まあ、実際僕はですね、あんま宝くじっていうのは買うことがないんですけど、まあまあこれはね、まあ、個人の好みだと思うんですよね。まあなんだろうな、変な話、1枚300円でいろんな夢が見れるじゃないですかね。1億円買ったら何、1億円当たったら何買うとかね、なんかいろいろな妄想が膨らむのでね、まあ、そういった面白さもあると思いますからね、一概にね価値を否定するのは良くないのかなと思うんですよ。まあ僕は買わないですけどね僕は買わないですけど、だから皆さんもあれですよ、例えばですね何かこうお付き合いする恋人ができた時にですね、その人がまあ宝くじを買うとしましょうとね、でその時にですね、やっぱこう正論をぶつけるのは良くないと思うんですよね。宝くじっていうのは期待値が大体145円くらいしかないから、これは本当に儲かるのかなみたいなことを言うと、やっぱりね、モテない人になってしまいますので、まあ、そんなによろしくないのかなと思いますね。はい。ということで、宝くじもですね、残念ながら、まあ、当たり前といえば当たり前なんだけどね、ちょっと損をするわけですけれども、まあ、当たったね、見返りはでかいので、もし、買うのであればですね、夢を見ながら買ってもいいのかななんていうふうに思います。簡単な問題を使ってですね、ちょっと例題期待値を求めていきたいなと思いますので、やってみましょう。どうぞ。さあ解説していきます、サイコロを1回振った時の出る目の期待値、これを考えてみたいと思います。まあ、1,2,3,4,5,6 っていう目の出方があって、まあ、これがいわゆる確率変数ってやつですね。さあそれに対しての確率を考えていくんですけど、まあ、一応通常のサイコロなので全部確率は6分の1です。さあではですね、期待値求めていきたいと思います。期待値どうなるのかな。 1×6分の1+2×6分の1+6×6分の1とこうなるわけですね。当然ここをね1個ずつ計算していくってね非常に面倒くさいので、一旦くくってしまおう。 1×1+2×1+3×1+6×1×6分の1、すなわち一旦1から6まで全部足してから最後に6分の1倍した方が早そうですよね。はい、ということで、全部足すと21、ね、7なので 7×3 で21になって、 ×6 分の1ですから、6分の21、3で約分すれば2分の7になりますので 3.5 と、まあ、3.5 の目が出ると、当たり前では当たり前ではね、3と4の間のね間ぐらいが大体出てくるんだなってことが分かりますので、1回あたりの出る目の期待値は 3.5 というふうになるわけですね。はい、こんな感じでですね、期待値意外と難しくないかなと思いますので、要はこのね確率分布の表をパンとね作れるようになってしまえば、あとはもうおしまいですので、しっかりといろいろな問題を通して練習してみてください。